ただいまこちらで献血を行っております。ご協力お願いします。ご協力お願いします。あの献血のご協力お願いできませんか？はあ、献血か。どうせ俺の血なんて誰も求めてないでしょう。はあ、どうせ誰かがやるっしょ。うん、家に帰ってお菓子とかジュース食べよ。すいません。献血のご協力お願いします。んー、やっぱお菓子うめえな。おやつあるぞ。なんだ、おい、なんだよ、ノックしてくれよ。お菓子ばっか食ってへんで、宿題やったんか。今からやるとこないよ。やれよ。あ、出てってよ。おやじ、おやじ、どうした？ちょっと最近の体調悪くて。え？もう早寝ろよ。うん。おはよう、よち。おはよう。寝不足？なんかね、昨日漫画読みすぎちゃってさ、寝てない。あ、漫画、じゃあそしたらさ、これ献血館行ってみたら。献血？なんで？いや、俺もさ、前献血行ったんだけど、飲み物とかお菓子とかね、食べれるんだよ。そうなの？いや、でもな。よち、お父さんが。え？おやじ、おやじ、大丈夫か？大丈夫だ。何があったの？まあ、小さなガンが見つかってな。まあでも、緊急手術して何度か助かったわ。ああ、じゃあよかった。よちくん。先生、お父さんは何で助かったんだと思う？それは手術が成功したからでしょ。バカね。お医者さんは人の命を助ける仕事っていうのは分かってるわよね。でもね、人を助けたのはお医者さんじゃなくて血なのよ。血？がんはね、血がたくさん必要なの。でも今の医療技術じゃ人工的に血は作れないの。そうなんだ。たった一人の血だとしても、みんなが集まればそれだけ大きな力に変わる。あなた自身がみんなのヒーローになれるのよ。みんなのヒーロー。よっちくんはヒーローになりたいって言ってたわよね。小さいことから始めて、みんなのヒーローになってみたら？うん。ただいまこちらで献血を行っております。ご協力お願いします。はい、献血受けます。ありがとうございます。ではこちらへどうぞ。はい。はい、というわけでですね、今回はもしも父親が病気になったという寸劇をしました。はい、寸劇の中でもですね、献血を題材にする劇なんですけれども、今こちら献血ルームに来ております。おー、ちょっとね、献血したことなくて、やってみたいな。でもちょうどいいから、もうやっちゃったら。ねえ、ちょっといいですか？うん、いいですか？じゃあ、行ってくんね。あ、行ってくんね。はい、いってらっしゃい。待ってるね。はい、いってらっしゃい。こんにちは。こんにちは。ちょっと初めてでちょっと献血したいんですけど。はい、まずこちらご確認事項ございます。こちらですね、受付確認表のご記入、こちらすべてお願いいたします。はい、こちら書きました。はい、ご記入ありがとうございます。はい、恐れ入りますが、本日ご本人確認できるもの何かお持ちでしょうか？はい、こちらでお願いします。はい、します。ご提示ありがとうございました。はい、では、本日献血初めてになりますので、職員がすぐ目につくようにこちらのネックストラップ、お帰りの際までお送りからおかけください。はい。
ではご本人様確認です。お名前フルネーム教えてください。血液型何型ですか？ A 型です。はい、お疲れ様です。ファイルを預かりしますね。はい、気分お変わりはないですか？大丈夫です。大丈夫ですか？よかったです。こちらの書類皆さんにお渡ししているのでお持ち帰りください。はい、いやお待たせ。おお、お疲れ様。どうだった？いや超良かったよ。快適。快適だった。これでもボンボンTV見ながらやってたから。そんなの見れるんだ。そう。すごいね。これで。あ、本当だ。ああ、そういうことね。あ、出たー。すごいねー、すごいねドリンクとお菓子です、無料で提供してもらったり。じゃあ私も今度やろうかな。欲しい。やったらいいよ、やったらこれだけ快適ならね。やりたい。漫画もね、はい、というわけでですね、今回はですね、実際に献血しに行ってみました。はい、どうでしたか、グッピンさん。まあ、ずっとやってみたいなって思ってて、でもなんとなく踏み込まれへんところあったんやけど、まあ今回のきっかけで実際行ってみて、もうめちゃくちゃ良かった。良かった。良かったね。はい、なるほどね。その他にもさ、飲み物とかさ、お菓子とかもらえるから、ちょっとそれ目的で行きたい。いや、よっち。いや、でもさ、でもそういう理由でも、それのおかげで企業の人がね、助けられるんだったら、すごい素敵なことだよね。あ、確かにね。というわけで、皆さんね、どんなきっかけでもいいのでね、足をぜひぜひ運んでみてください。はい、というわけで、この動画面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。